はい、こんにちは。昨日に引き続いてですね、ちょっとプロレスの話をしてみたいなと思います。昨日ですね、やはりというか、ツイッターのトレンドワードに、太一、信雄寺っていうのがですね、トレンドワードに出てくるぐらい出てましたね。いや、やっぱりそれぐらいものすごい事件だったなと。ツイッターやいろいろ YouTube でやっぱり出てましたけども、結構私と同じような意見を持った方がいたなと。やっぱり今年一番の事件だとかですね、見てきた中で一番の事件だったっていうのはやっぱり結構面白い方が多いようでして、いや本当そうだったなと思います。で、ちょっと見てた中でやっぱりいろいろな意見が皆さんお持ちのようで、私も一つああと思ったのがあったんですけども、まあこれは昨日のお話ではお話ししなかったんですけども、なんで金丸選手が、ね、ジャスト5ガイズを離脱したかって考えた時に一個思ったけど、それはないなって思ったことが一つあるんですよ。それはですね、ツイッターや YouTube の中でもそうなんじゃないかって考えてる方がいらっしゃった内容というのが、もしかしたら 10.9 両国真田選手対イービル選手のランバージャックデスマッチ決まりましたけども、 IWGP をかけてですね、もしかしたらこの時に金丸選手が造反してまたハウスジャスト5ガイズに戻ってくるんじゃないかっていう意見見かけまして、でこれはまあ私も一瞬思ったけどないなって思った理由は、そうするとじゃあ太一選手の KOPW はいいのかっていう話にもなってきますよね。もし金丸選手が独断でそれを考えて、いや太一、俺は真田の、ね、IWGP 防衛だけは死守するぜっていう、例えばですけども独断でやって太一選手を裏切ってハウス・オブ・トーチャーに行くっていうことはないのかなと。もしこれが仮にですけども、太一選手もそこは織り込み済みです、分かってますと。その上で金丸選手が動いたってなると、ちょっと話のつじつまが合ってくるのかなとも思ったんですよね。っていうのもですね、太一選手、真田選手をロスインゴからこうずっと勧誘しててですね、サナヤン、サナヤンと可愛がって合流したわけですけども、でサナヤンに絶対ベルト取らせるっていう強い覚悟のもとこう活動してきて、まあ真田選手も IWGP ベルトを取ったわけですけども、まあ、今そのベルトがですね、イービル選手に渡るんじゃないかっていうちょっと危機的な状況、まあ強奪もされちゃってますし、でもしかしたら例えばですよ、これも試験ですよ、あくまでも今回、例えば俺の KOPW 賞、これお前にこれは今回くれてやると、でもサナヤンのベルトは絶対死守するからなという、もし強い決意の表れの上で、例えばですけども、いや信雄寺ハウス・オブ・トーチャーにちょっと一回潜入してくれと、その上で 10.9 両国ここでもしかしたら造反をして真田選手の勝利をアシストするっていう筋書きが通るのかなと。太一選手も分かった上での潜入であれば 10.9 で戻ってくるっていうストーリーも話がつながると思うんですよ。それがなければ太一選手の KOPW はねどうでもいいのかとか、太一選手はどうでもいいのかっていうことになっちゃいますから、太一選手が知らないところで金丸選手がそれを勝手にやっちゃうと、そういうことになっちゃいますから、多分それはないかなと思うんですよね。だからもしかしたら太一選手が分かった上で信雄寺ちょっと潜入してくれということであれば、 10.9 で金丸選手が戻ってくるっていう筋書きもですね、話がつながるかなとはちょっと思いました。あくまでも試験です。あとはそうあってほしいなという展望ですね。まあもしそこまでやってたのであればですね、これもまたまた激震が走りますよね。多分ものすごい事件に多分なるかなと思います。いや太一兄やん男だなと、自分のベルトをね一回翔選手に預けてまで真田選手のベルト IWGP を
守り抜いたっていうことであれば、これはまあ本当にすごいことだなと。わかりませんけどね、 10.9 その日が来れば答えはわかるかもしれないです。まああとはね、太一選手が今姿を消したっていうふうになってますし、あと今日出てましたね、昨日の試合かな、 9.25 名古屋、衝撃のハウスオブトーチャー入りをした裏切りの金丸義信、初戦 9.25 名古屋大会を、出てますね。これさっき見ましたけども、まあ無情にもですね、まあ攻撃を仕掛けなければいけない別ユニットですからね、まあ今はね戦ってましたけども、真田選手も同期選手も高選手も、まあ、今日は非常にやりにくかったんじゃないかなと思います。まあもちろん金丸選手もねやりにくかったかもしれないですし、まあ太一選手はね、まあ、今どこに行ってるのか、救援を誰か探してるのか、金丸選手は本当にハウスお父ちゃんに行ってしまったのか、それとも潜入をしてるだけなのかね、答えはわからないですけども、とりあえずまずは 10.9 の両国来ればまず一つ答えが見えてくるんじゃないかなとは思いますけども、楽しみですね。 10.9 の両国ますます目が離せないかなと、勝手な妄想でですけども、自分の勝手な妄想で目が離せなくなったなと思ってます。ではでは今日はこの辺で。